なんかまた第三勢力みたいな出てきたなおい。ナイトシェイド。ごめんなさいね。今日忙しくて時間取れないの。困ったことになってね。ベルトン重工が秘密裏にマリオネーションギアの量産を始めていたことが発覚したのよ。それも軍事用マリオネーションギア。これは大変なことよ。工場で量産される軍事兵器、マリオネーションギアの歴史が変わってしまう。ベルソンはマリオネーションギアを新型の兵器としか持ってない。今から抗議に行ってくる。いやもう、さっき俺が言った通りになるって絶対。絵に描いたようにわかるもん。導くもの。ちょっと、とりあえずルクサーで行くわ。G がそろそろ釣り糸やばいんで。釣り糸じゃん、とクリート。動きが重い。え？よう、今日はなんだ？ナイが新しいパーツが入ってないかと思ってさ。ん？この子、おやすさんの子供？なわけねえだろ、友人の娘さ。そうだよな。俺はケイ、よろしくな。あ、ひょっとして怖がってる？俺、怖いかな？すまねえな、怖いのお前じゃないんだ。この子はマリオネーションギアが怖いんだよ。え？なんで？マリオネーションギアは文明の象徴だろ？怖がる理由なんてないのに。お前さんたちのいない間にナイトシェイドが町外れで暴れ回ったのさ。その時、この子の両親は大怪我してな。この子はその現場を見ちまったんだ。んで、両親が入院してる間、わしがこの子を預かってるってわけだ。ナイトシェイド。マリオネーションギアでこんな子をいじめ、苦しめるなんて。俺はそういうの許せねえ。仕方ねえよ。道具っていうのは使う人次第だ。いいことに使うやつもいれば、悪いことに使うやつもいる。そうだけど、マリオネーションギアは、マリオネーションギアはただの道具じゃないんだ。一つ一つ手作りで、作り手の魂がこも、宿ってる。あいつらは工場で量産された人形を使ってるから、それがわからないんだ。そうかもしれねえな。ところで頼みたいことがあるんだ。そんなことがあったせいで、病院で薬が不足してる。薬を積んだ輸送車がこっちへ向かってるんだが、ついさっき連絡が行った。どうやら道がわからなくて困ってるらしい。薬は一刻を争う。すまんが、輸送車をここまで誘導してくれるか。よし、任せとけ。いいよな、トウシロウ。輸送車に近づくと向こうからやってくる。うまくここまで誘導してくれ。そんなのもあるんだ。じゃあ、このモードがいいな。待って、息をするように奴らがいるの何なの。今もうなんか全くその、いよいよその、なんだろう。もう発言がなかったんですけど。オートマンがいることについての発言が何一つなかったんだが、もう環境になっちゃってんじゃん、ここにいる。ごめん、体育館ぶっ壊しちゃった。なんか硬くなったよね。そんなことない？どこだ、どこだ、病輸送車。薬だよな、薬つけたよな。あー、俺が迷子になっちゃった。で、どこに誘導、ああ、やばい。あいつぶっ壊しとこう。やばいわ。ほっとくと。どこ行った？ああ、あいつ輸送車を狙ってるの、もしかして。バカめ、うれ！よし。ごめん。みんなの、思い出の、学校ぶっ潰しちゃったわ。ちょっと間違えて。ちょっと弾みで壊しちゃった。ごめんな。一体だけだったよな。よし。ちょっとちょうどいいスピードで行こう。ついてこれるような。もうちょっと早くて行くな。誘導って言ったもんね。ここまで連れてくればいいよね。オッケー。あ、お前まだいたのか。ダブルオのアンフみたい。あ、さっきのあれか。コマンドディーガーがね。確かに。さすがの腕だな。助かったぜ。十字、安っ。あ、でもその代わり、いや、安い。安い。くいー。
なんか安請け合い、あ、なんだこれ。あー、グランプリロード、ここにあったか。でも G がちょっと今、次、ガウスで行くか。傷んじゃってっかな、ちょっと今。今日のレースは木工棒の主催です。まずコースを説明しますね。もうほんと道の通りだね、見た感じ。待って、なんかカニがいるんだが。あのカニとハチを見てください。ハチ？あ、いる。あれが工場でみんなを妨害します。気をつけてやめてください。あ、ブラックスター。あれはブラックスター。どうやら参加者が増えたよね。それでは始めましょう。なんなんだブラックスターって言った。いやー、あ、違う。ワン、ゴー。ハンドル握ったせさ。インをつく。インをつく。いやーって。インをつく。いやー怖い。やめてー。待って、思ったより弾幕が激しい。やめてください。弾幕熱いよ。何やってんの。あ。後ろのやつがやられてますように。カニどうすんだあいつ。あれはいよいよただのマリオネーションギアだろ。ああ、蜂もいる。ん？あれ、蜂がなんかこう、カニを攻撃してねえか、たまたまだけど、かもしんねえけど。なんか、失敗。相性悪そうだけども、大丈夫かな。これ、スピードじゃないな、なんとなく。操縦のしやすさかもしれない。まり、確実にダメージ与えてくるのやめてほしいんだけど。あ、危ない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 。ギャッギャッギャス。あ、カニが向こう向いてる。チャンスだ。いけー。カニがもう蜂に妨害されまくってるやん。ゴールだー。大勝利。これが本戦だったらどんだけ楽か。木工房主催って言った、あ、でも多分、予選も減ったくれもねえんだろうな。あ。ついにブラックスターの正体が？お前、なかなかの腕だな。ブラックスターの人形使い、東四郎くんと同じぐらいの子なの。ね、人形使いに年齢は関係ない。今まで誰にも負けたことがなかったが、初めて本気で競える相手に出会えた。俺の名前はアイ。人形使いのアインだ。聞いたことある。確か黄金の都ジャグルールの少年人形使い。ジャグルール？世界の果てにあるという黄金都市。そこに若いけど天才的な才能を持った少年がいるって聞いた。よくそんなこと知ってるね。可愛い男の子のこのなら世界中どんな噂でも知ってるから。そういう方ですか。そういう方でしたか。なるほど、なるほど。はい、はい。お前が相手なら本気を出すそうだ。またいつか勝負しよう。うん。またな。よだれ垂らしてそう、このやりとりに。そういうタイプの人なのね、お姉さん。いたけ！あ、炭鉱棒だってよ。炭鉱棒で新しいに変えるってよ。買うしかねえよな。炭鉱棒どこだっけ。確か、あ、ここか。あった、まあ、爆工房だ。ここか。新しい人形なんだ。はい、かっこいい。あ、高い。4500でも払えないことはない。電車型という珍しい人形。線路がなくても走行可能。人形形態ではショットガンを装備。発射された弾が直進した後12発に拡散する。24発に拡散する超兵器 D24 拡散弾を搭載。はい、かっこいい。購入しまーす。はい、かっこいい。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければ、
チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。他にもツイッター等もやっているので、ぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかい東四郎でした。またねー。